ベルナルディーノ・デ・アビラ・ヒロンは16世紀末から17世紀初頭にかけて約20年間にわたり主に長崎に在住したスペイン人の貿易商人である。本人の経歴についてはほとんど知られていないが自らの見聞を中心とした日本王を国記を書き残したことで知られる。南蛮貿易時代の日本に関する宣教師以外のヨーロッパ人の記録として珍しいものであり。 資料価値も高い。日本王国記の内容から、スペイン人であることは確実で、おそらく貿易商人だと推定されているが、その出生地や、1590年にフィリピンに渡航するまでの経歴は全く知られていない。1590年、新任フィリピン総督のゴメスペレス・ダスマリニャスと共に、ヌエバエスパーニャからマニラに渡航。フィリピン滞在中、最高調書官。 ペドロデロハスから死刑を宣告されている。本人は冤罪と主張しているが、詳細は不明。日本に渡航したきっかけは、この事件による逮捕を免れるためであったと推定されている。1594年、総督ルイス・ペレス・ダス・マリニアスが、豊臣秀吉に対し、フランシスコ・カイシ、アグスティン・ロドリゲス、マルセーロ・デリバ・デネイラ、 ジェロニモデジェズスラからなる施設団を派遣すると、施設団が乗った船に同乗し、8月27日に、平戸に到着した。その後、長崎に居住する。1594年に、薩摩、1595年に、島原半島の有馬、1597年に、口の津、平戸に旅行している。1598年はじめマカオに渡航、同年夏に、 一旦長崎に戻るが、秋にマニラに渡航。その後はしばらくアジア各地を転々とする。1599年にカンボジア、シャムに旅行し、その後、アキラ、マラッカに赴く。1600年にはインドに渡り、セイロン島、インド半島西岸などを訪れる。1604年にマカオに戻り、再度シャムに渡った後、 1607年7月6日、日本に戻る。1614年以後、教会の交渉人に任命される。1619年3月15日付で、ドミニコ会士、フランシスコ・デ・モラレスの巡教を報告しており、この時点まで長崎に居住していたことが確認できる。しかし、その後の消息は一切不明である。なお、1619年の時点で再退していたことが、 確認されているが、妻の国籍やこの有無は明らかになっていない。現在は、添加して、ハポンと呼ばれている、日本王国に関する報告。アビラヒロンは、日本王国記の書行を1598年に執筆したと記しているが、この原稿は発見されていない。その後、第一週をもとにして1615年3月18日までの記録を増補 訂正した第2週が執筆され、さらにその後、1619年3月15日までの記録を加筆した第3週が執筆された。第2週の写本は、エルエスコリアル図書館本、ローマイエズスカイ文書館本、マドリード国立図書館本の3種が現存している。このうち、イエズス会文書館本には、1590年から1614年まで日本に滞在していた。 スペイン人、イエズス会イペドロモレホンによって、400余りの注釈が書き加えられている。なおモレホンは、日本王国記自体については、著者自らは正確であると言っているにもかかわらず、彼の日本に関する知識の金賞のゆえに、数多くの誤りがあると評している。1883年に初めて、スペインで交換され、レオン・パジェスの 日本キリシタン集門誌などに引用された。その後、ドロテオ・シリングとフィデール・デレ・レハルサによる皇帝が、アルチー・ボイベロ・アメリカの死に1933年から1935年まで連載された。ただし、スペイン内戦のため、第15章前半までで中断となっている。1965年には、佐久間忠だと、アイダユによる日本語訳が、岩波書店。 大公開時大奏書の一冊として刊行された。これは、シリングとレハルサによる皇帝本文を定本とし、第15章、第2節以後は、直接、第2週の写本に基づいて翻訳したものである。内容は1549年の三好政権、成立から始まり、1615年3月にまで及んでいる。この間、織田信長の台頭、本能寺の変、 山崎の戦い、豊臣秀吉の政権掌握、バテレン追放令、朝鮮出兵、豊臣秀治の切腹、慶長伏見地震、サンフェリーペ号事件、ロドリゴデ・ビベロの日本漂着、ノサセニョーラ・ダグラサ公事件、大阪の陣など、日本で起こった重要な事件の多くを記載している。うち、信長の自責については、信長と信仰のあった、 グレゴリオデセスペデスからの資料提供を受けており、伏見自身については、ジェロニモデジェズズを呼び、日本人からの聞き取りを行っている。また、京都の三条河原野で、盗賊団が生きたまま油で煮られた、という記事があり、モレホンがこの盗賊の名を、石川五右衛門と中記していることから、この盗賊の実在が確認されることになった。なお、内容の半分以上は、キリシタンの不況。 白外史に当てられており、特に1597年の日本26成人の巡教や1614年の高山右近内藤ジョアンダの国外追放については、長崎で実験したことを詳細に記録している。16から17世紀にかけてのヨーロッパ人は、中国人と同様、日本人の万世一系の高騰とその異例な古さという観念を受け入れた。 日本初期では、神武天皇が帝国を創建した、紀元前660年の第1月代、1日を王朝の起点とした。聖徳太子は、この日付を初めて定式化した。その日本建国の日付を西暦に換算して、紀元前660年としたのは、ヨーロッパ人である。1615年。 アビラヒロンは日本から以下のように報告している。彼らのもろもろの文書や極めて古い書物は最初の日本国王である神武天皇がその治世を始めたのは2270年以上も昔だと明言している。ベルナルディーノでアビラヒロン、日本からの報告彼も他のヨーロッパ人と同様に日本建国を紀元前660年としている。ありがとうございます。